ていうのがなんか一つの世界を提供してるみたいな感じで、プレイヤーと一緒になって、こうゲームが走ってたんですね。プレイヤーと一緒になって、そのプレイヤーのイメージの中でこう、それプレイヤー自身の物語を作っていくみたいなシステムになってるわけですよね。そういう意味でこうイメージを含ませて自分なりの体験をどんどん体験してほしいっていう、冒険してほしいっていうことですかね。こんばんは。引き続きニュース2-3です。今ご覧いただいたように大フィーバーの、ドラゴンクエスト4、発売日おととい1日だけで130万台という完売だそうなんですけれども、筑紫さんはテレビゲームはなさったことはありですか？一切やりません。12年ぐらい前ですかね、インベーダーっていうのが初めて出てきた時ね、それからファミコンずっと広がっていく時にね、そのしきりに教育上良くないと勉強しなくなるとか、目悪くなるとかね、いろいろ言って問題になった時に息子に積極的に買い与えたのを覚えてるんです。それはもう逆に、コンピューターや新しい言語なんだから、おそらくそういうものに馴染むためにはやった方がいいと、ところがね、息子がこれものすごく凝っちゃってね、確かに勉強しないで上手くなっちゃうとね、父親の保険に関わるから一切触れないことにして、やれば負けるに決まってんだから、ね、向こうに。本当これも私はですよね。やっぱり若い方はね、大変なんですが、実は先ほど番組にお電話がありまして、この発売されてまだ60時間しか経ってないんですが、なんと買ってぶっ通しで39時間で制覇したという喜びの声が届きました。大人でも随分かかるんでしょこれ、大人っていうか、その普通50時間かかる、50時間ぐらいです。その方は中学3年生の秋元恒明君という方なんですけれども、なかなか楽しかったという ことなんですが、もう間もなく制覇しそうというお客様でございます。ドラゴンファンでいらっしゃる、天野雄吉さん、そして、もう一方はテレビゲームに限らずコンピューターにはかなりうるさい方、東京外国語大学助手の中澤慎一さんにもいただいております。よろしくお願いいたします。同じ世代なのに随分違いますね、山田さん。そうですね。すごいですね。さて、このご存知の方のためにはもうご説明するまでもないんですけれども、筑紫さんのようにあんまりご存知ない方のために、まずはこちらをご覧いただきます。まずこのドラゴンクエスト1ですけれども、プレイヤーが1人でした。この時は主人公が1人、それを、プレイする人は操作していきます。で、竜王という悪いやつをやっつければいいと。で、その時にその間に、武器を買って、途中でさらわれてるお姫様を助けて、そして竜王を倒して、めいたしめいたし、極めてシンプルな完全懲悪の物語でしたね。で、ドラクエ2になりまして、主人公が3人に変わったのが大きな特徴です。途中で、自分の仲間たちを見つけるのが冒険初期の最大のテーマです。ドラクエ3になりまして、操作するキャラクターが4人になりました。時代的に言いますと、ドラクエ3が一番最初、その次に1で、1の未来の話が2、いわば、スターウォーズのように、時間と、リリースの順番というのがある程度前後して全体の世界観というのを作っている。ドラゴンクエストってそういう特徴がありますね。今回の、ドラクエ4なんですが、マルチシナリオと呼ばれる、全5話のお話が入っています。で、これは1本のカセットの中に、5つのオムニバスのお話が入っていると思っていただいたらいいと思います。で、各お話ごとに、自分のプレイヤーがどの役割を演じるかというふうに定められているんです。それが4回繰り返しまして、第5話、タイトルが導かれし者だし、ゲームのサブタイトルですけれども、いわゆる勇者という本来の冒険者の姿となって、一番大きな物語に挑んでいくというお話になってます。ドラゴンクエストってとっても日本人のゲームっていう気がするんですね、お話が。で、父子物語とか、母と子供とか、あと人情とか義理人情ですね、恩を受けた人には必ず借りを返す。で、頼まれたことは断らない、父から教わったことはきちんと胸に留めておく、母の言うことも逆らわない、その辺っていうのが、物語のプロット以上に根底に流れてると思います。お分かりになりました、これは聞いてみようかな。天野さん、何が面白いですかこれ。テレビゲームですか。今のドラゴンクエストっていうのは、僕はね、はっきり、ドラゴンクエストももう少しで終わりますんでね、4が、楽しんでますけど、僕自身の好みはこういうロールプレイングゲームっていうのよりは、シミュレーションの方が好きなんです、シミュレーションゲームの方が。ただ、ドラゴンクエストなんかもストーリーそのものがね、物語として面白いとかなんとかっていうことよりもね、僕なんかが面白いのは、
今までの物語って向こう側に出来上がったものとしてあって、うん、こっちで観客席にいて、あ、なるほどなるほどって鑑賞するだけでしょ、ね、あの自分が中で、さっき堀井さんも言ってたけど、自分が主人公の役をやって、うん、そこで一歩間違うとね、すぐ天野は死んだなんて出るわけですよ。なるほど、ね、だからこうあれ、やる人の数だけ正解があってね、たった一つのやり方がないっていうところが面白いし、物語を鑑賞するんじゃなくて自分の参加できるわけですね。体験できる、体験できる、うん、それは新しい形だと思いますね。中澤さんもファミコン好きなんだけども、これはやらない、ドラゴンクエストはやらないっていう理由がある。うん、あのね、うん、僕はもう12年前、さっきおっしゃったけど、あの頃からもビデオゲームってすっごい夢中でいろいろやってたんですよね、うんうん、である時期からこのロールプレイングゲームっていうのが登場し始めて、最初はねすごい面白いって飛びついたんですよね。だけどね、やってるうちにね、僕ほら民族学とか神話学とかそういうのやってるでしょ、自分の世界にあんまり近いんですよね。ここで作られてる世界がほとんど自分がやってる世界とほと似ててね、途中で嫌なしちゃった。なるほどね。さて、ちょっとこの、テレビゲームの現状を整理しておきたいんですけど、まずソフトの方なんですが、今ご覧いただいたドラゴンクエストの3を見るだけでも売り上げは347万本ということで、今度の4は500万本を見込んでいるということなんですね、うん、ただソフト全体の売り上げを見てみますと、これずっとその振り返りなんですけれども、うん、割に頭打ちなんです。で、ドラゴンクエストだけはダントツで、その他のソフトに関しては下火というふうに言えるんでしょうかしら、ね、それ中澤さんはね、そのちょうど一番今の、初めの頃からやってんじゃない、あそこで83年、もう83年の、ね、初期の段階からやってましたよね、僕はそのピークの頃から始めてる。85年に天野さんにお会いするんで、僕はもうそれもすごいベテランだった、86年以降急激に関心を失ったというでもこれそのピークは過ぎたというけども、ブームとかなんとかじゃなくて定着しちゃってるということだね。定着しましたね、一つのメディアとして ね、メディアとしてね。ハードの方はまた新しい動きがありまして、2つあるんですが、一つはこちらのように、携帯用、今の家庭用にプラスして携帯用のこういうものが出てきて、このゲームボーイというのはもう完売なんだそうですけれども、ずっと品切れが続いているというもので、もう一つの私の動きというのがネットワーク化と言いまして、つまりコンピューターを相手にこうゲームをするというか対戦をするものが、うん、それがコンピューターを媒体として人間と人間が生身で対戦することができるものが出たんですね。例えばこれですと、これともう一つ一台と接続してやることができると、まあ、百聞一見に聞かずです。まずこちらをご覧いただきます。これはゲームセンターでよく見かけるカーレースゲームなんですけれども、これ普通のと違うのは、つまり今並んでましたね、何人か並んでいる人たちが同じレースを競い合うことができるというのです。だから今こうバックミラーに見えている車というのは、隣のプレイヤーが運転して操作をしているものが向いていったりするというようなことで、もう一つが富士通ハビタットというのが先週から発表されたんですけれども、一言で言いますと、こちらですね、パソコン通信の映像化版というんでしょうか、つまり自分が好きなキャラクターをこういうふうに選ん で架空のこういう街の中に入り込むんです。そうすると別のパソコンを使った人間がやっぱりあるキャラクターを選んで入り込んでくる。そこで出会います。こんにちは、どこから来たんですかと、でちょっとお茶飲みに行きませんかというふうにして、パソコンを使って会話をしてコミュニケーションを取るという具合なんですね。だから一つ自分とは別のこう人生を体験できるゲームとでもいうような、こういう新しい動きが出ているということなんですけれども、やっぱりしかし実際に会いに来たきゃ行きゃいいし、つまり自動車自分で実際にレースやるのは怪我するけどあれは怪我しないという、そこがいいんですかね。そこがいいんでしょう、だってやっぱり普通の人間関係うるさいからね、電話で話した方がいいっていう子でしょ、恋愛だっていろいろねうるさいことあるでしょ、肉体がとね付きまとうと、そこで電話の純愛の方がいいっていう子が増えてるぐらいだからね。なんか子供でもね、さっきまで外でその子と散々喋ってきたのにね、帰ってきてすぐ電話して喋ってるんですよ。やってますね。違うんですよね。今あったんだからそこで喋りゃいいんじゃないかと思うんだけど、電話じゃなきゃいけないことあるじゃないって言って、
行ってるし、そっちの方が重要になってきてるみたいなところがあるところが面白いと思う。まあ、そうか、そうすると、そうなってくると今の子供の在り方っていうか、まあ、広く言えば世の中の在り方みたいなものとうんと関係してこれ広がってるわけですね、これね。だと思いますよね。僕はね、端的にこれ見せて、なるほど、麻雀屋が最近廃れてるの分かるっていう気がしました。ソシアルゲームですよね。麻雀だとほら4人同士で喧嘩したりあれするでしょ。嫌ですよね。しないですもんね。いや、それ嫌な人なんだよ。そっちの方がいいよ。相手が咳したりね、なんか煙吐いたりうるさいじゃないですか。こういうとこなんないんですよね。今の子供たちが筑紫さんとどれぐらいこう違ってきたかというのをコマーシャル挟んでご覧。外で遊ぶのが少なくなった。勉強しなくなりましたね。本当にそんなに違わないんじゃないですか。やることはやっぱりやるし、行動特性っていうことで、まあ、お母さんに答えてもらったんですけれども、例えば、言葉で自分のことを伝えるのが上手な方か下手な方かというふうにしますとですね、週に7時間以上やってる子どもは、下手な方だっていうふうに答えたお母さんが半数ぐらいいたんですが、週4時間以内っていう子どもは例えば3割ぐらいであるとか、あるいはその友達ですね、好き嫌いが非常に強くて嫌いなことはあまり遊びたくないという、まあ、自分ペースの子ですね、そういう子どもは週7時間以上やってる子に多くて、4時間以内の子には相対的には少ないとか、あるいは、これまで喧嘩らしい喧嘩はあんまりしたことがないと、そういうふうに聞いたら、やっぱり7時間以上やってる子はしたことがないっていう子は3割くらいで、4時間になる子は 20% 以下っていうのは、誰か友達と一緒にこう遊ぶということよりも、そのコンピューターを相手にした遊びが面白いっていう傾向がまあ強いんだというふうに感じたんですね、その時は。ただ思うのはですね、ゲームが流行ったから社会的に変わるっていうんじゃなくて、社会的にこうなってきたからゲームが流行ったっていうような捉え方もできると思うんですよ。例えばどういうことかっていうと、今はすごい教育にしても何にしてもマスコミですよね、マスですよね、対個人で答えてくれるものってすごい少ないと思うんですよ。そういう意味でゲームっていうのはコンピューターであるゆえに、自分がやったことに関していちいちそのコンピューターが一対一のリアクションを出してくれるっていう、そういった面白さ、そういった娯楽がちょうど今の時代にあったのかなっていうような気がしますね。何でも感想が古くなっちゃうんだけどね、今の聞いて。いや、歌は世につれ、世は歌につれっていう言い方あるでしょ、あれ片っぽは本当で片っぽは嘘なんですよね、つまり世の中がこうなるとそれに歌が追っかけてくるんだけど、歌は世の中は作らないと、これの議論というのもね、つまりファミコンができたから子供が自閉的になるというよりは、むしろ逆でしょ、子供の状況があってこれがちょうどいい球として入ってきたという、どっちなんだろうその辺は。対人関係が苦手というのはやはり非常に関係ありますか、さっきの恋愛の話だったけど、だからお互いね相互作用だとは思うけど、でもやっぱり深いところではこれは世の中作ってるもんだと思いますけど、世の中が作ってる、世の中がこれを要求してるんだ、要求してる、で子供たちもこれを通過しない限り新しい世の中には対応できないんだと思う。そうですね、基本的にはそういう要求が世の中に必ずありますよね、だけど、あ、そういうことを俺は要求してたんだって思うのはそのものが出てきた時ですよね。そうなんです、だからそのもの出てきたものがそれを欲求を作ったように考えるけど、基本的にはその前にそういう先行しているものがあるんじゃないかなと僕は思いますけど ね、 そうですね。今の日本は確実にこれ要求してますよね。やっぱ自閉的になってるんでしょうか、その対人関係のことで考えると。つまり自閉的というか対人関係の煩わしさみたいなものからね、なるべく自由でありたいっていうのは、こう社会がこんな風になってくればあるほどなるほどあるでしょ。昔の村でね、たまに一里しか行かないと隣の人がいない時とね、全く違う状態になって、我々も非常に混雑した社会の中に住んでるわけでしょ。でそしたらやっぱりそれは自然にね、そういうものから自由でありたいっていう欲求はそれはあると思うし、だいたい車だってそういう欲求から生まれてきたもんですよね。なんかどっかからの自由というメディアとして車って出てきた部分があるわけですよね。ね、先行したものがあるって僕はもう一つ思い出したのは、その人類が月に達したという、
これ誰も付き入ったわけじゃなくて、お一人か二人宇宙飛行士がいた、ハリウッドで撮影したという、テレビでしかし人類はかなりあれは共通体験をした、一種の疑似体験をやったわけでしょう。だからテレビっていうのはそういう部分で非常に疑似体験メディアですよね。そうです、世界中案内してくれて、綺麗な景色なんか見て行ったような気がして、実際に行ってみたら意外とつまんなかったりするわけでね、あれほど綺麗にカメラのアングルで撮ってないと。今の若い人が外国旅行すると、その見たテレビで見た景色を検証しに行くっていう、スタンプをしに行くみたいなところ、それでリモコンってそうじゃないですか、あれで選択してるんですよ、6を消そうとかね、4をつけようとか6にしようとか、あれはやっぱりほら自分の選択をしてるわけですよね。それは予備行為ですよ、もうすでに。その先行したものがあるっていうのは、それはね、多分ね、僕ね、こう世界的な規模でいうとドラッグだと思うんですよ。アメリカでね、今コンピューターゲームをもう開拓者の人たちは完全にドラッグ文化をくぐった人たちなのね。でドラッグって人間のこう無意識の中に入っていく、でその無意識をどうやって通り抜けていくかっていうことに挑戦する文化だったわけだけど、それによってね、アメリカの社会、新しく生まれてきたスピードとか力にね、対応するリアクションの能力つけたと思うんですよね。で今その人たちゲームを作ってるのね。で日本は残念ながらドラッグ文化なかったでしょ。だから僕はね、ゲームってのは別として、まあ別としてあ、こうね、任天堂とかナムコが作ってるのは僕は見るシャブだと思ってます。日本人がその新しいドラッグのこういう視覚的な形態を通して新しい環境にね対応しようとしてる。じゃあ僕は今ドラッグ文化に溺れてんだ。シャブ漬けです。そうか。それで母親たちが文句を言うのも理由があったから。ただね、これもう一つ先行形態としては僕ね、小説がそうだと思いますよ。あれもシャブ。ね、一種のしゃぶ効果というか、近代人の自閉症というのは小説から起きてるんじゃないですか。なるほど。あれ一人で家で小説読んでるなんてね、昔の人から見たらものすごく変な行為ですよ。だ活字が誕生して本が生まれた時ね、その個人で小説を読むようになってしまった、それにすごい危機感を持ってますもんね、あの当時の人。そう人間が自閉的になる、それなのに今世の中のお母さんは僕は徹夜で本読んでたって言ったらいい子だいい子だってね、徹夜でファミコンやってたって困った子だって、あれはだからその辺の認識が浅いんですね。小説よりはある意味で先ほど言うその参加みたいなものができるっていう点じゃ面白いでしょうね。そう、いい悪いは別にしてね、体験としては新しいです。それからやっぱり神話的だからね、くぐっていく無意識の層がね、もっとね、深いというかこう機械的に動いていく無意識の層に近いんだと思うんですよ。人間の、ね、理性が操作できない領域なんですよ。だからそこへずん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 今入っていくんですね。で神話なんてのはそういう世界入っていくためのテクニックですから、それをこういうゲームの形で今開拓しようとしてるでしょう。それはね、やっぱり文化がこうマシニックな機械的なものにこうつながり始めてて、その新しい環境にね、どうやってこう自分の生態を対応させていくかってことに日本人は結構ね、先端的なところで挑戦してんじゃないかなっていうふうにしてるんです。テレビっていうのはなんかこうね、社会を原始化するってマクルーハンが言ったけど、そういうことかもわかんないですね。こう神話の時代に戻ってる、神話体験みたいなの、それぞれの家でみんながピッピーなんて言いながらやってるというね。やってる世界は悪いけど意外と古いっていう感じです。古いですよ。そうです、古いです。今だからね、若者文化を分析するので一番いい手っ取り早いのって民族学なんですよね。でもう柳田民族学とか折口民族学のやり方でやると、今の若い子がやってることっていうのは結構抑えられちゃうっていう、日本全体今あれじゃないですか、サイキックな遠の物語みたいな世界になってるじゃないですか。ただあらゆるものがどんどんこうスピードアップしていきますよね。スピードの感覚っていうのが、そのいわゆるテレビゲームをやる世代とやらない世代っていうのは違うんでしょうか。例えばね、今いろんなテレビコマーシャル出てますでしょ、あれで若いディレクター作ったの見れば見るほどね、あ、これ MTV の影響すごい受けてんなっていうのがね、カットのね、切り替えがものすごい早いのね。それでワンシーンに情報量が膨大にぶち込まれて、それを見ていくわけ。あ、リゲインの CM だってそうだけど、そのスピード感っていうのは単にこう物理的に突っ走っていくっていうんじゃなくて、なんていうかな、そのこう視覚的な情報量を同時にこう把握していく能力ってことで、一つ一つの情報をこうリニアに手繰り寄せていくんじゃなくて、面的にボンと全部取っちゃうっていうね。僕らそれまず漫画で訓練するでしょ。そうなんですよね。
だからいろんなものは今に始まったことじゃなくて全国的な状況は随分かなりあってここまで来たという感じは非常にしますね。ただあのスピードっていうのは実生活にはその人たちがあのこうやって動かしているゲームのスピードは自分は出せないわけですね。で実生活に出てくるとそれ以外の要素がいっぱいあるわけでしょう。あのブラウン管だけじゃないものはね、うるさいと思うでしょうね子供たちは。その時にそのまあどこに現実があるか別としてそのゲームの外側の現実に対して不適応っていうのが逆に出てくるんじゃないかしら。うん、あるでしょうね、うん、そこら辺ちょっとコマーシャル挟んで伺いたいと思います、はい、永田さんさっきちらっとその恋愛っていうのできなくなるって言ったんだけどね、うん、僕はあのほら前雑誌の編集者やってて新人類っていう言葉にたどり着いた時自分のイメージっていうのはねコンピューターキッズなんですよ、うん、で彼らがあのこれこういうゲーム作った初期の人たちもそうだけど、うんセックスに非常に興味ないですね、うん、あの特に女性に興味ない、うん、で面倒くさい、うん、コンピューターはちゃんと正しいものをインプットすると正しい答え出てくるでしょ、うん、女性ときたらどこで何か起こり出すか分かんないし喜ぶか分かんないもうこんな面倒くさいものないっていうそういう人が多かったでしょ、恋愛なくなるこれだんだんこれ広がっていくといや気迫になってくるんじゃないですか。あの村上春樹の小説なんか、うんうん、とか、まあ、吉本バナナもそうだけど、うんうん、やっぱり恋愛ってあの、まあ、純愛の時代なんて表現はしてますけど、うん、気迫になってるんだろうと思いますよ、うんうんうん、でそれからどこ行くんですか。ゲイに行くの。いや日本の場合ねゲイに行くかどうかってのはちょっと分かんないというかありますけど、うんうん、まああの方向としてはゲイだと思いますね。友愛の世界でしょ。なるほど。それはね僕も初めそれ考えたんだけどね。そしたらエイズっていう自分の計算に入ってない要素がバッと出てきちゃったでしょ、うんうんうん、でこれ流れかなりせき止めますね、そこね。しかし日本人にはエイズがなかなか発病しないですね。はい、納豆がいいとかいう話もありますだからそれで僕はそのノンセックスっていう真ん中の状態があるかなと思って、つまり女性に男の場合にね女性に行くかそれから同じ同性に行くかだけどそのどっちもなくて真ん中っていうのがどうもテレビゲームとこうイメージすごく結びついちゃって真ん中なんだけどテレビゲームってのはその都度どっちかに選択していかなきゃ先に進めないわけですから彼らはそういう地点に行ったら男か女かに選択していくと思いますよ。それはロールプレイングなんですから男も女もロールプレイングとしてやっぱり選択して進んでいってあのゲームをすると思います。常に二択なのね。そうするとゲームの世界って常にこう選択してねあの運命の分岐点をこうどっちか行かないと進まないんですよね。そういう世代とそれを知らない世代とがどう付き合ったらいいかなんていうことを聞きたがっておりますがそれはもうすごく簡単ですよ。あのやればいいんですよ。自分もやればいい。やればいいんですよ。やらない限りダメね。うん、例えばねそのクラシック音楽が好きな人とどう語ろうかっていうのの一番いいのはクラシック聞きゃいいんで、うん、あの聞くの面倒くさいって言ってたら、うん、ね全然事態は解決しない、うん、もうやってしまうしかない。ただクラシックの場合は聞くコツっていうのがありますでしょ。ありますね、うんうん、あその一点超えると面白くなるよってやつで、うんうん、ゲームの場合何でしょうか。いやゲームもそうじゃないですか。なんかあるんですよね。あるんですよ。なんか一線があるんですよね、うん、そこをふっと越えた時にすごく面白くなる、うん、あこういう世界かって分かるみたいな気がしますね、うん、向く人向かない人ってありますか。ゲームテレビゲームにいい加減な性格の人が割と向くんじゃないですか。こう菊池さんみたいにこういつも全体的展望に立ってあるイデオロギー的方向を出そうっていう人、ね、何言ってたよ僕はやっぱりゲーム向いてないじゃないですか。いやだけど実際にさっき最初出たけど麻雀やってる時間があるとね、うん、もうこんな疑似的なのをやるよりは相手やっつけるやつが目の前にいたりしてね、うん、その方がよほど面白いなっていう、つまり疑似体験より本当の体験の方が面白いんじゃないかなっていう気もするんですけどね。いや麻雀も疑似体験ですよ、うん、まあそうそう、それまたこういう本当は疑似体験の疑似体験のね、うん、僕は文法の作り方がちょっとずつ変わってるだけでその都度分かんねえやつっていうだけだと思うんですね、うん、あの僕のひいおばあちゃんっていうのは文久3年生まれの人でね、うん、映画のカットバックって絶対分からなかったんですよで回想シーンになると混乱しちゃってね、さっき死んだ人がどうしようこう出てる僕はいつから説明してもダメなんですよ。それはで、ね、死ぬまで分からなかったです、うん、だけどそれだって考えてみればちょっとした文法の違いでしょ、うん、イリュージョンの組み替えのね、うん、そうだね、それはあの若い人の演劇をね
たまに、うん、で僕は大好きで、まあ、よく通ってみるんだけど、うん、あれが普通の演劇の文法だと分かんないって怒る人いますね、よくね。そうですね。あの、うん、それはさっきと、まあ、カットバックと同じ、全然人物が関係ないしどんどん変わっていっちゃうわけだから、あれはテレビゲーム的だね、考えてみればね。そうですね、うん、若い人の演劇って、うん、あの、うん、本当テレビゲームっぽいでしょ。 それと、ね、野田さんの芝居なんか神話的でしょ、うんうん、だいたいね、世界がね、あ、うん、そこで少し分かるような気がしてきて、やらなきゃ分からないというか、はい、何事もそうですよ、ありがとうございました。